そしてもう一人の1年生小林美月です。去年のインターハイチャンピオン、父文明さんは棒高跳びの元日本記録保持者、現在は日体大でその父の指導を受けるという1年生の小林美月です。初めての関東インカレ2回目の挑戦です。気温も下がる中、相模原の空4メートル見事クリアしてきました。大きなガッツポーズです。